それで信州オーガニック議員連盟っていうのができたんですよ。あ、すごいですね、それは。今年の初めぐらいに、はい、地方自治体議員が集まって、あと有機農家さんとかも一緒になって、はい、オーガニック給食を目指そうとか、なんとかそういう風な世論を作っていこうってことで、やり始めてはいます。結構あれですよ、有機農家さん多いですよね、そちらの方。頑張ってる人いますよ。はい、いや本当それは多いですし、はい、はい、なんだっけ、赤しなって今ないんでしたっけ。あ、昔の赤品町は安曇野になった。あ、そう、安曇野になったんですよね。そう、安曇野 の、あの議員さんとかだったかな、あっちの方だったと思うんだけど、確かなったばっかりで、安曇野じゃないかな、女性の方でしたね。あれ池田町かな、松野さんかなんか、そう、選挙なかったとか。多分私と同じタイミングで議員になって、やっぱ彼女も空いたんで、はい、本人もビーガンかなんかで、はい、それで東京に行った時に、なんだっけな、出版社かなんかに行って、編集組会とかすごい詳しい女の人がいて、彼女も一緒に、はい、オーガニック議連ですね。あ、じゃあそのね、信州オーガニック議連っていうのができたんですね。じゃあ、そうなんですよ。いや、それはもう本当、ぜひ今度つながって、はい、非常にそういう有機農業を進めていく、はいはい、ね、通信していくっていうのをぜひ進めてやっていきたいですね、やっぱり。そうなんですよ、なんかね、はい、松本も信州もそうなんですけど、はい、綺麗な水、綺麗な空気、はい、美しい自然、山々、田園風景って本当に綺麗なんですけど、はい、本当に安全なのかって言ったら、うん、ちょっとイメージ先行みたいなのがやっぱあるんですよね。なるほど。ここはやっぱりちゃんと直視して、まあ、それもそうなんですけど、見た目で綺麗なグリーンを農薬で作ってたら いけないんですよ、私も、ね、だから、一大産地でお米もリンゴもどかどか作って、全部大都会に買ってもらってるわけですよね、はい、でその作りような農薬をやっぱり使ってるわけですよ、はい、でも大都会の消費者がもうちょっとね、農薬を減らした食べ物が食べたいとかね、はい、そういうニーズをもっと声出してほしいなって思うんですよね。やっぱ自分たちはなかなか気づかない、なんか、はい、言われてうんってなっちゃうところがあって。なるほど。輸出するときには結構農薬、残留農薬基準が厳しかったりするけど、はい、国内向けは甘いじゃないですか、はい、そういうところもちょっとおかしいですね。そうですね、おっしゃる通りです。本当に今海外向けの果物とかは、うん、もう海外の農薬基準が厳しいから出荷できないんですよね、うん、で日本国内はそれ関係ないからどんどん進化していて、でも本当にちょっと基準が緩いんでね、ここは関係がなくなれなくな、なくあればいいんですよ、規制基準はね、やっぱりちゃんと。そうしないと、その一大頑張って農産物作ってるこの松本平長野県が、はい、ますます農薬の使用量が増えちゃって、うん、でそれが水に流れて土壌に染みてるわけですよね、はい、大丈夫って農薬メーカーは言うんですけど、そんなことはあるわけないんで、はい、こんなケミカルなものがね、うん、どんどん濃くなっちゃって、はい、るんだ。リンゴ畑なんかね、すごいですもんね、うん、リンゴ畑 の、 そういう敷地の区画に住んでる友人がいたんですけど、うんうん、やっぱりもう本当に農薬がきつくて、はい、自分と自宅の畑を無農薬でやろうと思っても無理だって言ってましたね。いや、本当そうなんですよ。だから面で守らないと、はい、自分とこだけで有機でやってても、はい、で飛んでくるし、うん、
材隣で巻かれたり、はい、印材巻かれたりして、うん、そうすると対立構造になっちゃうんですよね。そうなんですよね。このエリアのここだけはそういう農家さん集まろうよとか、うん、でいくとそういうところに今度住みたい人が入ってくるとか、はい、そういうところの野菜を使って、うん、とかレストランやりましょうとか、はい、そうやってこう連鎖が起きてくると思うんですけど、うん、ね、なかなかの除草剤とか平気で撒いちゃう、はい、今いっぱいいるんで、うん、公園とか道端とかもそうですよね。それをこう悪気がないからコラストも言えないし、うんまあでもあとなんか結構その松本とかその信州の良さっていうのはあんまり気がついてないんですよね。あの結構外から来た人はすごいいいですねって言ってもなんか元からいる人たちにとってはそれが当たり前すぎてなんかそのいいところにもあんまり気がつかないというか、まあ、それとその農薬もそうですけどね、あまりこうみんなが今までやってきたことを変えるってことには、ね、すごい抵抗が。そうですね。だからそう松枯れもそうなんですけど、うん、声を上げる人は移住者だとか外から来て何言ってんだとかそんなに住みたくないなら帰るとかそういう話にねあの心で思ってるらしいんですよ。今回なぜ分かったかっていうとね、はいはい、ヤフー記事とかにコメントそういうのがつくんですよ、はい、あと松本氏が松枯れ対策空中散布市民アンケートっていうのを取ってね、はい、賛成ですか反対ですかってやったんですよ、はい賛成反対で決めることじゃないけど一応市長がね参考にしたいってことで取ったんですね、はい、でその300文字以内の意見を自由意見を書けるっていうことで、はい、みんなやっぱり賛成の人も反対の人も書いてきたんです、ね、はい、それを全部出してもらったんですね。公開してもらったんです。そして初めはね出さないって言ってたんですけど、はい、出してって言ったら出してもらって、はい、読むとですね本当にそういう意見がバーって書いてあるんですよ。うん、外からそういうことを言ってる人は外から来て空き家に住んでる変わり者だとかね、はい、やっぱそういうふうに思ってんだなみたいなのがあって。なるほど。私はちなみに栃木出身で松本に住んでちょうど20年なんですね、はい、そしたら移住者なんでしょうかね。うん行ってみたいですね。いやでもあれですよね、なんと松本に引っ越してきたきっかけっていうのは何だったんですか。それはですね、はい、元が好きだからとか、はい、元信州大学に来て気に入ったからとかではなく、はい、うちの旦那さんが松本にいたからです、はい、あそういうことなんです、ね、結婚されてきっかけでこう、はい、結婚されて引っ越してきたということなんですね。いやでも本当でもね見たらすごい素敵な街でね、はい、わあ素敵って思ってますよ。未だにいやもう本当にいい街ですよ。街です。だからもっといい街になってもらいたいし、はい、なんかねリンゴ畑とか、はい、畑ってなんか素敵だなと思ってたんですけど、でだけどね話聞くとやっぱり隣で農薬バーンと撒かれると、はい、が換気扇から入ってくるってきついよって言われて、あそういう畑の近くにはちょっとなかなか厳しいなとか。いや僕も松本には小さい時から、はい、よく親戚が住んでたんで、うん、たまに行ってたんですね。でそれで父親はずっと疎開先が信州塩尻の方だったん で、はい、で大学まで高校まで松本だったんですよ。だからもうそういう意味では父親がずっと松本で育って小学校1年生から高校3年生まで松本に、うん、まあ信州に塩尻も含めて松本にいたので、もうなんかすごいなんか松本行くとなんか帰ってきたなって感じが勝手にしてたんですけど、でも本当にそういう松本はすごいなんか自分にとっても第二の故郷みたいな感じですごいいい町だなと思ってるんですけど、うん、で知り合いも結構だから3年いて4年間松本大学で非常勤講師をしてたんで結構いろんな知り合いも松本には住んでて、
本当にそういうなんか松本の町やっぱりこう良くなってほしいなっていうのはすごく思っているので、はい、はい、ぜひコウさん頑張ってください。松本を良くするために頑張ります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやでも本当にこうこれからちょっとまたやりたいこととかなんかありますか。またあせっかくなんで、はい、ちょっと見てもらいたいものがあるんですよね。はい、さっきの松枯れのことなんですけど、はい、こういうのがあってね、見えますか。はい、見えます。私の新聞記事で、はい、薬剤散布里山部本郷でもっていうこういう新聞がバーンと出て、お母さんたちがえーってなったわけで、まあお母さんだけじゃないですけど、はい、でこれって結構市街地近いんですよ、場所的に、うんうんうん、で何薬剤散布ってどういうことみたいな形で、それでこのようにですね、署名活動が始まったんですよ。はい、松本市の農薬散布を中止してください、はい、でこれが9000通集まりました。9000人ぐらい、はい、で前の市長はこのぐらいの束を受け取ってくださいって言ったんですけど、はい、そんな理由で受け取ってくれなくてね。で新市長になったらスッと受け取ってくれて、はい、何だったんだろうって思うんですけど、その会があったのか、その、はい、市街地に近いところはずっと計画は上がるんだけど空散できないってことで毎年いろんな運動のおかげで止まってたんですね。で、はい、残るところがこの滋賀地区って言って、はい、こういう赤いところが散布の計画のところなんですけども、はい、ここがずっと7年間巻いてて、うん、7年間っていうの6月7月に毎年巻くんですよ、はい、毎年毎年で7年間やってどうだったかっていうグラフがこれでして、あこれは地区ごとなんですけど、で、はい、補助金もらってるんで一応調べないといけないから、100本のうち何本枯れたかっていうのを年ごとに数えてるんですね、はい、で散布してるのと散布してないところってことで無散布散布っていうことで100本ずつ数えてるんですけど、はい、結局その撒いても撒かなくても枯れていくっていう結果が出たわけですで唯一これが低いんですけど、はい、7年前って3割ぐらいなんですけど、うん、もう巻いても巻かなくても3割なんですね、うんうんうん、こっちに至っては6割8割も枯れてるっていう状況、はい、だからお金をかけて農薬をヘリコプターを頼んで巻いて600万とか700万かけて巻いても毎年ね、はい、まあ、こういう状態だってことで、松枯れの最先端地が今こういう農薬漬けになってきたってことですね。なるほど。今標高が高いところ、松本って700とか600あるんですけど、はい、松枯れのしてるところもそのぐらい800メートルとかあって、はい、その地球温暖化でその松のまだらカミキリっていう虫もどんどんこう生態系を高いところにこう生き延びようとして、はい、高いところ高いところ移動してるらしくて、うん、死なないんですね、寒いところ。っていうことになっちゃってるってことで、地球温暖化も大変やっていかなきゃなと思ってます。それでこれがずっと巻いてきた林の写真です。はい、もうポキポキ折れてるのが見えると思うんですけど、はい、なのでちょっと紹介させてください。はい、こういう感じで。なるほど。巻いても巻いてもほったらかしだからこういう風に折れちゃう。で下草がどんどん生えてる、うん、上は枯れ枯れの松っていう、こういうね虫も鳥もいないよみたいなね状態になってしまうので、これから東北の方今広がってると思うんです松が、はい、うん、まあ、海岸線の方だと思いますが標高低いと思うので、はい、一旦こう内陸に入ってくると思う。同じことはもうぜひやめていただきたい。はい、それまでにネオニコチノイドね使用禁止っていうふうになればいいんですけど、はい、はい、という一応資料でした。ありがとうございます。はい、でも本当この間ちょっと外には出せない冊子っていうのがあってなんかなんだろうなと、それはなんかそれ読んでたらですね、